さて今回はホリエモンの最新刊スマホ人生戦略を要約していきます。ホリエモンのもとには、堀江さんはスマホのアプリは何を使っていますか、何か特別な使い方をしているんですか、検索のコツを教えてくださいとめちゃくちゃ質問が来るそうです。しかしホリエモンはそんなものはない、使っているのはみんなと同じアプリで同じ情報源である、大切なのは使い方ではなくスマホを使って何を考えるか、どう行動するかだというんですね。ではホリエモン流のスマホの使い方を一緒に見ていこうではありませんか。本日のお品書きは次の通りです。一元で要約した情報を片っ端から取っていけ、二元でハマっている遊びはスマホで管理しろ、三元でスマホを駆使して失った1秒を取り戻せということを見ていきます。ではではまず一元でございます。ホリエモンはいろいろなところで修行の時間をショートカットしろと発信しているんです。修行にはそれなりの効果があるが、高いパフォーマンスをするための第一条件ではないんです。同じ知識や技術を習得するときに1年かかるのと1ヶ月で済むのと、どちらを選ぶのが正しいですか。当然1ヶ月ですよね。高い技術を素早く身につけられれば、その分他の優れた技術を習得する時間が増えるじゃないですか。さらには優れた人との出会いも増えるじゃないですか。いい仕事をするには時間をかけなければならないというよくわからない常識を信じてですよ、人生の貴重な時間をすり減らしてはダメなんです。そして情報収集においてもこれは同じことが言えるんですよ。スマホを使えばもっと効率よく短時間でポイントが要約された圧縮情報を取っていけるんです。情報は一昔前の何倍も圧縮された形で広く公開されているんです。例えばニュースであれば、記事の冒頭で内容を3つのポイントにまとめてあるライブドアニュースを読んでいればいいし、読書であればまさに今皆さんが見ているこの要約動画などを見ることで効率よく情報収集できますよね。さらにホリエモンがおすすめしているのが漫画なんです。漫画は同じ時間で最も情報密度が濃いメディアなんです。物語、ビジュアル、世界観、セリフ、たくさんの要素が紙面の1ページごとに凝縮されている。ネットを介した娯楽ソフトの中で情報の凝縮度は漫画がダントツのナンバーワンなんです。漫画を読んでいるとき、あなたの脳内ではハイレベルな情報処理作業が行われているんです。本来脳内の言語認識と画像認識は全く違う機能を備えているんですが、漫画ならこれを並行で働かせることができるんです。情報量の多い漫画はこうした脳の複雑な機能を同時に立ち上げて脳の活動を促すんです。このようなことができるコンテンツは非常に少ないです。映画も悪くないんですが、漫画は好みのスピードで読める点が強みなんです。自分の速度に合わせながら脳内で複数の情報を整理して物語を理解する力が鍛えられる。そして作家の素晴らしい想像力も同時に吸収できる。現代の学びの手段として漫画ほど最適なものはないとホリエモンは言うんですね。そうは言ってもですよ、漫画ばかり読んでいたらバカになるんじゃないのかという人がいるかもしれませんが、そんなのは大昔の話で、今は有名な学者や知識人のほとんどは若い頃に漫画の影響を受けているそうです。賢くなるために漫画を活用する考え方をもっと支持するべきなんですね。では一元をまとめましょう。要約した情報を片っ端から取っていけ、具体的には次のメディアが良いです。ライブドアニュース、本の要約動画、漫画。ちなみに私も本の要約動画を作っているわけですが、暇な時はスマホで他の人の本要約チャンネルを見て効率よくね、情報を実はインプットしているんですね。アニメーションと音声によって情報量が増えているので、圧倒的に本を読むより分かりやすかったりするので、自分も作りつつ他の人の要約動画にもお世話になっているわけです。有名なマコナリ社長も YouTube で本の要約動画を見ることで極めて効率の良い情報収集ができるとおすすめされていました。では次2限、ハマっている遊びはスマホで管理しろに参りましょう。ホリエモンは現代は好きなことを好きなだけ遊びきれた人が成功している社会で、スマホを使って好きなことを極めれば十分に暮らしていけるというんです。ホリエモンは現在遊びを仕事に、仕事を遊びに変えて暮らしていて、仕事と遊びの境界線がほとんどない状態なんです。多くの人はホリエモンが遊んでいるだけに見えるかもしれませんが、それを楽しみながら誰よりも多くの仕事をこなしているんです。遊びを仕事につなげるためには豊富な知識とアイディアが必要になってくるので、まずは情報のシャワーを浴びるべきなんです。これを聞いてね、よし分かったと、だから本でインプットしまくろうという人はちょっと待ってください。遊びを仕事につなげる上でもっと大事なことがあるんです。それは遊び自体にはまるということでございます。そうは言っても大人になったらそんな没頭できる遊びはないという人が多いんですが、はっきり言ってそれは嘘なんだとホリエモンは断言しております。誰でもハマれる遊びは必ずある。生まれてから今まで一度も遊んだことがない人はいないでしょう。みんな中途半端にやめてしまって遊びきっていないだけだと言うんですよ。
好きなことを好きなだけやって他のことは何も考えずに遊びきれた人だけがどの分野でも成功してお金を得ているんです。リミッターが外れるまでハマった人は遊びの限界を突破した向こうに新しい景色があることを経験するんです。例えばYouTube にハマった人が巨額の広告収入を得ています。片付けにハマった人が独自のメソッドを発信して世界でビジネスを展開しています。これらは一握りの特殊な例だよと思うかもしれませんが、もっと小規模なハマり癖であったとしても同じようにお金を儲けて人生を大きく変えた例は無数にあるんです。どうせ無理だよと言って自分にリミッターをつけてはダメなんですね。自分が変わり続けるために好きなことを全力でやり尽くしましょう。要するにですね、ホリエモンの言ってることはですよ、まず好きなことを仕事にするにはステップ1としてその遊びにハマれと、もう何もかも忘れてそれだけに没頭していろと、そしてそれを極めろと、そして次ステップ2としてスマホを使って SNS などでそれを発信して金を稼げと、こう言っているわけですよ。最も分かりやすい発信の仕方が YouTube でしょうね。さらにはショールームなどでライブ配信を行うこともできるでしょう。また Twitter や TikTok で好きなことを発信してもいいでしょう。個人的にはね、やはり私が調べた範囲内では YouTube が最強でございます。どんな SNS をやればいいんだよと思っている方はとりあえず YouTube からやってみてはいかがでしょうか。今はスマホで撮ってスマホで編集してスマホで動画をアップするといった風にスマホ1台で YouTube は完結できます。好きなことがある人はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。では2限をまとめてみます。ハマっている遊びはスマホで金にしろ、まずは遊びにハマり、それを SNS で発信しろ。ではラスト3限、スマホを駆使して失った1秒を取り戻せに参りましょう。現代人はスマホに依存しすぎているという知識人の意見をよく耳にしますよね。バカになるとか生産性が落ちるといった意見もありますが、それはスマホが悪いんじゃなくてスマホの使い方が問題なんだとホリエモンは怒っているわけです。もちろんスマホにも課金のゲームとかアダルトサイトの観覧といった意味のない暇つぶしもあるんですが、スマホで行う情報発信やコミュニケーションなどの生産的な行為をそのような意味のないものと一緒くたにして議論することは愚かであります。スマホを利用すれば人生の時間を最適化することができます。多くの人はしかしスマホをまだ使いこなせていないんですね。もっともっとスマホを使いこなせば時間効率はどんどん高まるんです。そして時間効率を高めるには隙間時間を最適化する意識が極めて重要になってきます。スマホはそのために欠かせないツールであります。例えばですよ、メールなどのテキストはスマホで全部作成し、それをフリック入力で行う。スマホで通話せず、連絡作業はメッセンジャーソフトに一本化する。読みたい本は電子書籍で即購入して紐の部分だけを読む。会議には遠隔で参加して不必要な会議や打ち合わせには足を運ばない。このようにスマホを賢く使い切ることによって時間はどんどん効率化できるんです。1日1時間隙間時間を有効活用できたら10年で5ヶ月ほどの時間を生み出すことができます。個人的におすすめな時間短縮のやり方はやはり電車を待っている時間とか待ち合わせを待っている隙間時間に YouTube で本の要約動画を見ることでございます。1日のうちに隙間時間は皆さん少なくとも30分はあるでしょう。この時間に10分の要約動画を3本見たら3冊分の本の肝を理解したことになるわけですよ。通勤時間に電車で1時間かかる人ならば6本見れますから、6冊分の本を読んだことになるわけですよ。しかもですよ、 YouTube ってですね 1.5 倍とか2倍再生ができますよね。これで要約動画を耳で聞き流せばものすごい効率の良い情報収集になると思いませんか。私はこれ以上に今のところ効率の良い情報収集の方法を知らないので、もし知っている方はぜひぜひコメント欄にて教えてください。よろしくお願いいたします。隙間時間でこのような効率的な情報収集の習慣をつけていけば、それがどんどん積み重なって複利になって周りと圧倒的に差ができるようになるわけですよね。ぜひね、スマホをゲームとして使うんじゃなくて時間の節約ツールと思って使ってみてほしいんです。この他にもこの本ではホリエモンが様々な面白いことを言っているので、興味のある方はぜひぜひ手に取って読んでみてください。ではでは本日のハイライト、1限で要約した情報を片っ端から取っていけ、2限でハマっている遊びはスマホで金にしろ、3限でスマホを駆使して失った1秒を取り戻せということを見てきました。スマホを使って時間を効率化できないだろうか、日々このように考え続けることによってあなたの時間は最適化していくわけですね。日々少しずつスマホによって削れる時間を増やしていき、
さらに隙間時間をスマホによって埋めていってください。本日は以上になります。この動画がためになったという方は、私たちのやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながるので、高評価ボタンとチャンネル登録の方どうぞどうぞよろしくお願いいたします。またサブチャンネルの方でも有益な情報をお届けしてまいりますので、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。